ついのラリーが第8節ジロー戦3対0でミッドフィルダーポルトに対して悪質なタックルを仕掛けて一発退場となったナチョスペインフットボール連盟ルフェフの競技委員会はマドリー首相に対して3試合の出場停止処分を課したがマドリーがルフェフの上訴委員会に不服を申し立てると同委員会は16日に処分を1試合軽減することを決定している マドリー首相はこの決定により、28日に行われるラリーが第11節、敵地モンジュリックでのクラシコに問題なく出場できることになった。この処分軽減に声を荒らげたのがチャビ監督だ。バルセロナ指揮官は20日に出席した記者会見で、サクキフォワードロベルトレ・バンドフスキが一発退場及び、審判を侮辱するようなジェスチャーで3試合の出場停止処分を課された際に、 処分の軽減が認められなかったことを例に挙げながら不公平さを唱えている。ナチョの出場停止処分が減ったことについてその質問は委員会にすべきことだ。驚きだよ。私たちもレバンドフスキの3試合の出場停止処分に苦しみ、上訴を行ったが、1試合も減らしてはくれなかったナチョの件は驚きだ。同業者を怪我させるようなタックルを仕掛けて、 三試合の処分が二試合に減らされるなど。スポーツマンとして驚きだ。昨季ロベルトはただ鼻を触った仕草で三試合の処分が課された。これは完全なる驚きだよ。